基本的な海域の区分。領海は、汽船から測って12海里まで。接続水域は24海里まで。排他的経済水域は200海里まで。黒線が、地リの汽船。濃い青で示した海域の外側が、フィリピンの群島汽船。汽船は、領海、接続水域、排他的経済水域、大陸方の幅を測定するための汽算点となる、線である。 領海規制と言われることもある。国連海洋法条約によると、海岸を有する国家は、陸地側から見て規制から沖合に12海里までを自国の領海規制から24海里までを自国の接続水域、規制から200里までを自国の排他的経済水域、とそれぞれ宣言することができる。また、同条約は、領海を超えて、領土の自然の延長をたどって、 大陸方園ペン部の外縁に至るまでの海底部分をその国の大陸方として宣言できると、したが、大陸方園ペン部が、基船から200回りの距離までに伸びていない場合には200回りまでの海底部分をその国の大陸方として宣言できると、し、逆に、大陸方園ペン部が200回りを超えている場合には、基船から350海里か、または2500メートルの等身船から100回りまでを、 その国の大陸法の限界線とした。ただし2カ国以上の国が海を隔てて向かい合っているか、または同一の海域に面して隣り合っているために、互いが主張する排他的経済水域や大陸法などが重なり合う。場合はこの限りではない。軍島気線の場合を除き、気線より陸地側の水域は内水となる。気線は線の引き方に応じて通常気線。 直線規線、群島規線に分けられる。通常規線は大縮尺海図上の停止予線に沿って線を引く方式であり、この通常規線が最も古くより用いられてきた領海規線の引き方である。一般に海岸線が直線に近く単純な形状をしている場合に採用されることが多く、海岸線に平行に線を引く形で用いられる。 海岸が複雑に湾入していたり本土から至近距離に島が散在する場合には直線規線方式が採用される。直線規線を引くことによって通常規線を引いた場合よりもより広い内水、領海を確保しようとしたノルウェーによる措置の適法性が争われた1951年のノルウェー漁業事件国際司法裁判所判決では それまで通常、基線方式の採用が関連として認められてきたことを確認しながらも、基線は海岸線の一般的方向から逸脱していないことや、直線基線方式の採用によって、内水として取り込まれる水域と陸地部分との間に、経済的要因などを考慮して、密接な関連があることを条件として、直線基線方式の採用を認めた。 このノルウェー漁業事件で示された要件は後に、領海条約第4条や国連海洋法条約第7条に取り入れられ、直線規制方式は一般的に承認されるところとなった。軍島規制は、軍島国にのみ認められた規制の引き方である。国連海洋法条約によると、軍島国とは全体が軍島からなる国家のことで、 群島の最も外側の島の点を結んだ直線の内側の水域の面積と陸地側の面積の比が1、1から9、1の間でなければならない。そして最も外側の島の点を結んだ直線が群島国の群島基線であり、群島基線で囲まれた水域は群島水域となる。水域と陸地の面積の比の他に国連海洋法条約は群島基線が 軍刀の輪郭の一般的方向から外れてはならないことも条件としている。軍刀の外側を結んだ直線であることから、これを直線規制とする場合もある。こうした条件を満たす軍島国として、具体的にはフィリピン、インドネシア、フィジー、バハマ、パプアニューギンリアなどが挙げられる。ABC 筒井60ページ。ABCD 山本。 365ページ。ABCDE 杉原125ページ。ABCDE 杉原125ページ。a b c d e 2 4ページ。つつい340ページ。つつい213ページ。つつい279から280ページ。つつい229から230ページ。山本407から414ページ。杉原 154から156ページ。つつい260ページ。abcd つつい76から77ページ。山本三百364ページ。ab 松井156から160ページ。小寺255ページ。ab つつい77ページ。ab 山本378ページ。ab 杉原133ページ。 A.B. 二子258ページありがとうございます。